こんにちは、こんばんは、皆さんお元気ですか？はい、はい、お元気ですね。よかったよかった。はい、ステイアットホームでございますよ。はい、今日もね、京都でやってまいりました、フナピーが。今日はローソンさん行ってきました。ローソンさんといえば最近ね、悪魔のおにぎりがなんか人気ですよね。いろいろなんかこう、悪魔なんちゃら、悪魔なんちゃらって出てますよね。今回も悪魔のおにぎり、しかも新発売ってなっちゃったら買いたくなりますよね。つい手に取っちゃいたくなりますよね。しかも何ですか、この欅坂46ですかね、菅井欽ちゃん、あ、菅井欽ちゃんじゃないの、この子は。あ、菅井ちゃんね、この子がね、あの一押しらしいですよ。カレー醤油味、おー、うずらの卵入りだそうです。絵面がこんな可愛い絵面になってます。はい、今回もね、ふなぴーちゃんちょっと負けじとピンクのやつを着てみました。かなり負けてますか？そうですか。まあまあまあ、いいでしょう、いいでしょう。そうそう、負けてません。そりゃ負けてますよ、こんな可愛いからね。そうそうそう。それともう一つですね、悪魔のおにぎりですね。こちらは田村ちゃんですか、欅坂46のね、この子の一押しですね。焼肉のタレ味、はい、卵黄ソース入りでございます。絵面がこんな風になっておりますね。どんな味がするんでしょうね。だいたいちょっと想像がつかなくもない感じもしますが、やはりこれもビールには合うと思いますっていう感じで、これね、ちょっと中に入ってるらしいんで、半分に切ってお見せしながら食べていきたいと思います。よろしくです。はい、切ってまいりました。こちらですね、悪魔のおにぎりね、カレー醤油味と、これは焼肉のタレ味、切ってまいりました。こんな風になっております。はい、半分に切ってみたんですけど、どうでしょう。真ん中にうずらの卵がありますね。なかなか珍しいですよね、おにぎりでこうやってうずらの卵が入ってるのってね。ちょっとじゃあいただいてみますね。ね、なかなか可愛い絵面ですね。いただきます。135円です、これは。うん、カレーの味がしますね、やっぱりね。あの、ドライカレーみたいな感じですね。うん。結構ピリッとしてますね。これね、うずらの卵が入ってるんで、ちょっとね、温めるのはちょっと怖いかなって感じですね。なんか破裂しそうだったんで、ちょっと温めないで食べたんですけど、もう全然温めなくても、味がしっかり、カレーの味が、うん、ピリ辛でしてますね。ちっちゃいけど見えますかね、これ。こんな感じで、ごめんなさい、あの、食べた感じのやつ見せちゃって。あの、人参が入ってます。人参が、ちっちゃい人参が。ん？この甘いのは、福神漬けですかね。なかなか珍しいおにぎり？醤油の味がしますかね。しまった。ふたぴ、あまりにもおにぎりが食べたくて、あまりにも可愛くて、食べたくて、乾杯忘れてました。すいません。乾杯しましょう。乾杯。ああ、でも本当変わってますね。欅坂46的には10点満点で言うと、今10点ですよね。もう満点ですよね。なかなかよく考えられたおにぎりですよ。ローソンさん的なおにぎりって言うと6点ぐらいですかね。まあ辛みがあるんですけど、もう一回食べたいって感じがしないかな。これ食べたらもう満足かな。でもお肉もちょっと入ってる感じで、なかなかビールに合いましたね。もう可愛さで、もう可愛さでも満点ですね。最後にね、お肉の食感もありますね。筋肉なのかな、これは。はい、次ですね。はい、こちらですね。はい、もう悪魔も本当に真っ黒な悪魔の袋で、こちらもね、135円となっております。悪魔的なうまさだそうですよ。ね、中にね、テリテリってしてるの分かります？ね、黄身のソースが入ってるんですって。ね、じゃあちょっといただいてみますね。
うん、やみつき注意。確かにね、ちょっと甘口のちょっと酸味の効いた焼肉のタレがご飯に染み込んでる。コチュジャンなのかな。ビビンバ的な味ですね。変わり種おにぎりですね。これにお肉が巻いてあったら嬉しいかな。これ食べると肉が食べたくなる感じですね。欅坂46さんと思って食べるともう満点ですね。威力が違いますわ。人気のね、方たちなんで。これもね、温めなかったんですよ。黄身が入ってるからちょっと固まっちゃったら嫌だなと思って。これも冷たいままでも全然いけますね。卵黄ソースがちゃんと染みてて甘みが出てます。後からこう、なんだろう、ニンニクだな、これは。ニンニクの味が口の中に残りますね。食感は本当にご飯をこう固くしたような食感で、あと中になんか、これはなんだろう、お野菜が入ってるのかな。あ、でも牛そぼろは入ってるんだ。だから牛そぼろなんだ、この食感は。やっぱりコチュジャンが入ってる。だから甘みもあって辛みもそこから追いかけてくるってやつですね。ごまと海苔も入ってて、本当に焼肉のタレって感じですね。これはちょっとまた食べたいかな。やみつき注意でございます。はい、こんな感じで今日は美味しくいただきました。ごちそうさまでございました。ご視聴ありがとうございました。ステイアットホーム、はい、インテリジェントロックダウンでございますよ。また見てね。バイバイ。ご視聴ありがとう。